ロシアの作曲家でして、素敵なメロディーにピアノの、ね、アルペジオみたいなすごく素敵な伴奏もついていますので、初めて聴く方ばっかりだとは思うんですけれども、すごく感情移入できると思いますのでお楽しみください。